帰りか、シバルさん。レディの過去の暴露はちょっと感心しませんね。バレスタイン教官か。まったく、綺麗なお姉さんの過去が気になるのはわかるけど、だからといって頭の固い軍人さんにあんまり影響されちゃダメよ。杓子定規で身動き取れなくなる可能性だってあるんだからね。言ってくれる。行き当たりばったりの即席教官に前途ある士官候補生が導けるとはとても思えんがな。さすがは最強と言われる第四機甲士団のエースですこと。両方軍のように伝統と格式を重んじるような口ぶりですけど。おや、サラ教官にナイトハルト教官。な、おお、リン君も一緒でしたか。なんだか楽しそうですね。私もご一緒していいでしょうか。いや、ちょっと挨拶をしてただけでして。ほらリン、ボケっとしないで早く寮に帰らないと。そうだ、ここで会ったのも何かの縁でしょう。これから町の居酒屋で親睦を温めるとしましょうか。お二人とも結構いける口ですよね。いや自分は今日は自分の部屋で一人で静かに飲みたいなって。まあ遠慮なさらず。そうだ、せっかくだからリン君もご一緒しませんか。アルコールはダメですけど、それ以外ならおごってあげますよ。それじゃあ私たちも行くとしましょうか。いや、自分は本当に明日の朝早くに出るので。We'll be right back.
Thank you.
ー